はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、太ももの裏に効くヒップリフトというのを紹介しようと思います。ヒップリフトなんですが、意外とね、一般的にみんなお家でできるトレーニングメニューではあるんですけども、前のももがね、張りやすい人にとってはこのヒップリフトもですね、実は後ろに効かず前に効くっていう足の位置がありますんで、この足の位置を間違ってですね、一般的なやり方をやってしまうと、やはりももの裏に効きませんので、今回教えるヒップリフトの足の位置でぜひエクササイズやってみてください。ではいきます。一般的にヒップリフトというと、ももの裏とお尻、そして背筋を効かすんですが、一般的にはですね、足の角度というのをだいたい90度、ここの角度90度にして、手を下についてお尻をしっかり上げるんですが、この時にね、やはりももの裏と前、バランスによっては裏がない人がやっちゃうと前にすごい効きます。そういった場合はですね、この足の角度をちょっと前に出してやります。そうするとですね、触ると分かると思うんですが、この位置でお尻を上げると裏よりも前にね、力が入っている場合があります。しかし前に置いてヒップリフトをすると、しっかり裏はね、硬くなって前は緩んでます。この状態でキープしてください。足はあんまり広げずに、できるだけ閉じて行うとですね、内転筋も同時に鍛えられますんで、このままお尻を上げてしっかりキープします。10秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というふうに行います。で、足を前に出すとですね、しっかりももの裏にハムストリングに効きますんで、ちょっとね、人によってはつるような感じの感覚があるかもしれません。つりそうな感覚の場合はですね、足踏みをしましょう。交互に力を抜くとですね、つる感覚がなくなりますんで、このまま1、2、1、2、こういう感じで歩きます。というふうにやってみてください。このね、止まっとくこと10秒キープ、つりそうな方は足踏み、これ20秒しましょう。はい、お疲れでした。今みたいにですね、ももの前側に効きやすい人はヒップリフトの足の位置を今みたいに遠くしてください。そして遠くして、ももの裏がちょっとつりそうな場合は足踏みをしてください。もしね、つりそうじゃない方も長い時間キープしようと思うと止まっとくの辛いので、足踏みをね、まあ、30秒とか1分とかやってみても、まあよく効きますんで、ぜひ今みたいな方法でやってみてください。まあ、回数はですね、止まっとくのを10秒3セット、もしくは歩くのを20秒3セットというのを目安にですね、まあ、毎日寝る前にでもぜひ行ってみてください。こういった部分はですね、負荷がそんなにない分ですので、まあ、ぜひね、毎日やっても構わないトレーニングになります。なのでぜひ、まあ、習慣にしてみてくださいね。ぜひぜひコメント、やってみたらどうだったよとか、あとはこういう動画上げてねとか紹介してください。そして説明欄にですね、タートルのブログも最近始めました。なのでブログの方にもぜひぜひ足を運んでみてください。よかったらそちらもコメントください。ご視聴ありがとうございました。